はじめましての方も、二度目まして以上の方も、おつまわり、かしまわりでございます。はい、本日からですけれども、少々ね、戦術的な部分の話から、残り3つ、勝つために、鹿島アントラーズがどういう修正をしていくか、どういうやり方をしていかなければならないかというお話を、明日、明後日のところで具体的にやっていって、で、最終的に、広島戦のプレビューにつなげていくというシリーズをね、今日から少しやっていきたいなというふうに思っております。はい。で、まず、こちら3つの項目について明日から話をしていきます。まずこちら、狙った得点の形を見つけること。はい。で、次が、セットプレーの穴をどうするかですね、改善するっていうところと、もう一つは、お料理上手になれるかどうかっていうところの3点ですね、こちらの方でお話をさせていただきたいと思っております。はい。まず、この狙った得点の見つけるっていう形なんですけど、今ね、ちょっと攻撃の形っていうのが、前線のアイディアっていうところに、依存をしていると。これ自体は別に悪いことではないですね。別に相手に狙いをね、定められることなく、いろんなところから得点が取れるよっていうところっていうのは、一つその、長いシーズン戦っていくために必要な要素でもあります。その、相手が狙いを持って守備をしてしまえば、得点が取れないのであれば、それはまた一つ問題になってしまいますし、相手のその守備の狙いどころっていうところを絞らせないっていう意味ではすごくいいことだっていうところの反面、ここから先のその残り3つの戦いだとか、あとはそのトーナメントだとかっていうところの部分で、一発勝負で必ず勝たなければならないよっていう勝負が続いていく中であれば、どこかで必ず点を取らなければならないタイミングっていうのは来るんですね。で、その時に、確実に点を取れるかどうか、その時に狙って点を取れるかどうかっていう得点パターン、得意な得点パターンみたいなものっていうのがあるかどうかっていうのは、これから先の戦いに対して非常に重要になってきます。ですので、そこの部分で一つあるのかっていうところと、もう一つ、狙った攻撃というのは、狙った攻撃をすればそこのところに対して、守備がしやすくなるんですね。なぜかっていうと、ボールの奪いどころが分かりやすくなるから、っていうところから守備の方も安定してくると、後ろが楽になるっていう意味も込めてね、あとはそこで攻撃をするっていう狙いを持っていけば、後ろの例えばボランチだとかサイドバックの上がりだとかっていうところを思いっきりできるので、攻撃に厚みができるとかっていうメリットがありますんで、その辺のところっていうのは今後突き詰めていかなければならないポイントだなっていうふうになっているので、明日明後日のところで詳しく話はしていきたいなっていうふうに思っております。はい。で、もう一つ、セットプレーの穴を改善っていうところなんですけど、一部のね、人たちとかで話を結構しました。どちらかといえばコーナーキックというよりは、フリーキックのところに対してのゾーンディフェンスのところですね。あそこの並びのところについて少し話をしていきながら、少しね、その辺のところで改善というか、もちろん並びの部分になってしまうだけの話かもしれないですけど、状況とかっていうところにももちろん関わってくる部分ではありますけれども、そちらのところでどういった変化を起こせるかどうかっていうところについて話をしていきたいなというふうに思います。はい。で、最後、お料理上手になれるかどうかっていうところですけれども、ここでね、おそらくこの代表ウィークでの休憩の期間をオフのところを挟んで、怪我人が戻ってきて、ベストメンバーっていうところが多く、おそらく、揃ってきます。で、その時に、じゃあどういったマネージメントをすればいいんだろうね、なんていうところの、選手の組み合わせだとかのところの部分も含めて、この2つのところも含めて、話を進めていければいいかな、というふうに思っております。はい。今日はね、この辺のところにしておこうと思います。ですので、皆様もね、この辺のところ、じゃあどうしていったらいいんだろうね、どういう風に見ていけばいいんだろうね、どういう選手の組み合わせがいいんだろうねっていうところを少しこう考えてもらった後に、次、明日からの動画を見ていただいて、その辺のところで、自分の意見と、鹿島アリの意見と、こういうところがそうなんだとか、こういうところは違うなとか、いろんなものっていうのがあると思うので、そういったところでイメージを膨らませていただきながら、広島戦っていうところに向かって一つ、戦いをね、切り替えていただければいいかなという風に思います。はい。そんなところをね、見ていただいたりとか考えていただくと、広島戦もね、もちろんクラブポイントもちろん動画出しますけれども、おのおのでクラブポイントみたいなところっていうのも思いつくかもしれないんですね。こういうプレーが出たらきっとすごいな。こういうプレーが出ると、広島相手にはすごく効果的だなとか。
っていうことがおそらく見えてくるかと思いますんで、そういったところで見どころだとかっていうところを着手こうね、バッて見ていけるようになってくると、皆さんの中でもサッカーの見方っていうのが非常に面白くなっていくのではないかなというふうに思います。うん、そうなってくればね、スタジアムの雰囲気もまた一つ違う異様なものになっていくでしょうし、また要塞と呼ばれる鹿島スタジアムがね、復活してくるのではないかと、また新しい形でどんどんとスタジアムがアップデートされていくんじゃないかという期待もありますので、ぜひともそういうところで皆さんご協力をお願いいたします。はい、といったところで本日の動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。いいねと思った方、興味を持った方、鹿島アリを応援してくださる方はいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回、おつまわり。